エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はコーチング企画をやっていきたいと思います。応募いただいた方はトライストリンガー使いの方ですね。最近の悩みはカウントリードを取られると焦ってしまうこととボムに意識が向かないことです。特にこの試合の後半に躊躇に現れているので、良くない癖をどうすれば解決できるのかなと悩んでいます。他にも悪いところがあると思うので、もしよろしければアドバイスいただきたいです。よろしくお願いしますということでした。ではこの点を押さえた上でまず試合を見ていきましょう。
それでは試合を通して感じたことを話したいと思います。ポイズンミスの使用が全体的に少なかったなと思いました。草屋温泉においては押し込みがきついのと通路が一つのため使い方によっては時間稼ぎが可能というのがあります。これはアマビーとかでも似たような感じですね。なんですが試合中に活用されたのは正面で視認してから投げているという活用法でした。防衛やポジション抑えでは使用されてなかったっていうような感じですね。特にルールがガチホコでしたので相手がホコを持った時に通路に投げれると防衛のしやすさというのは上がるなと思いました。特に後半焦りやすいというのであればポイズンで足止めなどをしてじっくり対面に持ち込むっていうのはいいことかなと思います。侵入している敵とホコ持ちどっちも止めなきゃとなると結構焦ってしまいますので一つの選択としてポイズンで通路の足止めはかなりありかなと思います。スペシャルの活用前にポイズン投げればインクも回復できますからね。それでは試合中で気になったポイントを2つほど話していきたいと思います。まず1つ目見ていきましょう。1つ目は潜伏待ちの警戒という点です。2枚落ちですね、この状況ですね。で、優勢のタイミングなんですがこの先止められてしまいますよね。ハンコとか出てるんですがここで止められてしまいます。で、草屋とかみたいに狭いマップの場合なんですけどこういったマップ、角などですね、四角の部分っていうところは敵が潜伏している可能性が高いです。なのでちょっと戻しますが中央の高台に乗ったタイミングがありますよね。で、この状態だとマップの角も塗られていたようなのでこういったところにメインではなくポイズンなど投げるようにするといいのかなと思いますね。特に2枚落としたタイミングって潜伏キルが狙える場面でもあるんですよね。こんな感じでキルを取られるというわけです。しかもこの状況で敵があまり攻撃をしてきてないですしポジションにもいまいという状況です。なのでこうなってくると隠れてる可能性って高いんですよね。なのでこういう時は敵が隠れている可能性もありますのでポイズンなどを投げて確認だけでもしましょう。ポイズンを投げて潜伏を見つけれなかったとしても追いかける際にポイズンに引っかかって味方を倒せないっていうこともありえます。投げるだけでも有効な方法となりますね。では続いて2つ目に行きたいと思います。2つ目は防衛時の通路妨害という点です。ここですね、いいキルが出ましたよね。今回のシーンは敵が通路に入る前の状態となっています。この時にメインで対策をするイメージがありますが一角を当てるのって実は難易度はかなり高いんですよね。なのでこのことを考えるとポイズンで足止めというのをすることが一番潰すのには有効だったりするのかなと思います。特に今回は一角を取って防衛成功の兆しが見えたシーンだったのでポイズンを投げて敵の攻めを鈍らせるのは一つの選択としてありだと思います。またメガホンも溜まりそうですよね。なのでポイズンで時間稼ぎしてる間に足場を整えてスペシャルで追い返すということもしてみるといいのかなと思います。防衛時のポイズンで足止めとメガホンの活用でかなり状況が変わることが多いので徹底していくといいのかなと思いますね。ポイズンなどで通路を潰すと時間稼ぎをしてスペシャルとメインで追い返すという感じです。この後敵に抜けられてやられてしまうので似たようなデスをするのであれば試してもらえるといいのかなと思います。全体的にキルを取れているのでしっかり相手が見つけているのかなと思いますね。あとは確実に防衛の質を上げていく工夫と攻めの時のカバー意識が変わるとワンランク上の安定感がつくのかなと思います。それでは最後ですね、 Q&A に行きたいと思います。カウントリードを取られてしまうと焦ってしまう。これは正直焦りますね。実際僕自身も焦ってます。というか慣れないですね、なかなかね。で、僕自身は焦りを克服したのかって言われると正確には慣れと諦めになってます。まずその展開を何度も体験することの慣れっていうのが必要ですね。あとはリードを取られても最小限に抑えて逆転しようという諦め的なものも大事です。リードを取られるときは取られる状況を相手が作っているので耐えられなければもちろん負けるんですよね。
ですが、ここでやることは最小限に抑えて逆転することです。最悪リードは許すけど最小限にという気持ちでプレイすると、多少リードを取られてもメンタル的には落ち着くのかなと思います。完璧にしようとすればするほどプレッシャーが来るっていうところですね。個人的には仕方ないかとよく思うようにしてます。また切り替えようとかですね。では続いてですが、ブームに意識が向かないことっていうのがありました。これに関してなんですけど、ブームに関して意識が向かないということで、2つのパターンで今回お話ししたいと思います。1つ目はブームに対しての危機感が薄いという点です。スペシャルなどであれば危機感が分かりやすいのでいいのですが、ボムって避けれる時間があるので危機感を感じにくい部分っていうのがあるんですよね。そのため判断が遅れてしまう、または避けきれないっていうことが起きます。これを解決するにはボムを投げられた意図を知るっていうことが大事です。まず敵にボムを投げられるっていうことは邪魔だから対策として投げられてるわけです。特に後衛の場合はですね。なので相手がしぶとくいればいるほどボムを投げるということが続きます。ということは後衛の位置はバレてますし、マークされてるっていうことですね。この状況だとボムの後に攻撃をされる可能性もあるので、カス当たりでもやられます。なのでボムを投げられた、見つかった、逃げようっていう風にして一旦引いて様子を見るっていうことをするといいです。切り替えをした方がいいっていうことですね。で、2つ目なんですが、視野が狭いことによる発見遅れとなってるかと思います。これに関しては色の激しいゲームなので音が頼りになるっていうところがありますね。スプラのボムは音がしてから 1,2 秒ほどで爆発することが多いです。なので音が聞こえたら逃げるっていうことを徹底してみましょう。個人的にイヤホンプレイしてるかどうかでこのあたりの反応変わったりしますね。ということで質問に関しては以上となります。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。